おはようございます、たくまです。カレーを食べながらスカイドンについて語るっていう回ですね。今回はカレーが印象的に登場していて、でなおかつ今のこの時期、春が近づいているこの3月の頭に語ることといえばやっぱりスカイドン。もううってつけな怪獣はスカイドンなんですよ。まあ一番有名なお話なんじゃないかなって思って、ウルトラシリーズの中で、そうカレーといえばスカイドンですよ。そうカレー食べてて早田隊員が、っていうね、あのベータカプセルと間違えてスプーンで一回変身しようとしちゃうっていう、あれはなんでかっていうと、その前にカレーを食べていたからなんですよ。有名なお話ですよね。僕がちっちゃい頃とか、ガチャガチャのラインナップの中に間違えてスプーンで変身する早田隊員っていうフィギュアがね、あの昔あったぐらいですから。いただきます。カレーだ。やっぱ朝から食べるカレーうまいな。あ、そうだ、今僕こうして朝ごはんとしてカレー食べてるんですけど、あの皆さんは絶対にこの学校に行ったりとかお仕事行く前、絶対にご飯食べてからお家を出てくださいね。ウルトラリスクの誓い一つ、腹ペコのまま学校へ行かぬことね。で、お話で言うと、まあ空からある日スカイドンが降ってきちゃったと。 そのスカイドンを宇宙に戻すために家督隊が動くっていうお話なんですね。そう、このね、宇宙に戻すっていうのがね、だいぶいいんですよ。スカイドンに対する作戦はただ一つ、やつを遠く宇宙の彼方へ捨てるということだっていうんですよ。あれね、いいなって思いましたね。まあ確かにちょっと宇宙の彼方へ捨てるとか、ちょっとまあ子供の表現はちょっと乱暴な部分が少しだけあるんですが、このね、むやみな摂取をしないという発想がちゃんとあったんですよ、家督隊には。そこがね、やっぱ最初の頃からあったんだなっていう、そこがね、嬉しいですよね。そういうところもね、ちゃんとね、注目してみたら嬉しかったですね。というわけで、スカイドンを宇宙に戻す作戦が始まるんですけど、スカイドンってめちゃくちゃ重たいんですよ。でかいわけじゃない、重たいんですよ。ジェットビートルってこう、ってこう持ち上げる、持ち上げるっていう作戦だったんですけども、そんなのもう重くて無理なんですよ。重いし、まああとスカイドンも抵抗しちゃうしね。そう、家督隊が宇宙に返してくれるなんて思ってもいないから、抵抗しちゃうから、それちぎれると。で、ハイド隊員が、ピンチになってウルトラマンに変身して、もう早速ね、ウルトラマン戦が始まります。四足歩行の怪獣なんで、四足歩行の上にドンってウルトラマンが乗っかってこう、うわーってめちゃくちゃパンチの嵐をするんですよ。その時の音がいいんですよ。あの音がね、スカイドンの可愛さも含めてね、とってもいい。なんだろう、まあ重いとはいえ鉄の塊ではないんですよ。生き物、生物として体重が重いんで、こう殴った時にね、あのポカ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 って言うんですよ。あの音がね、ほんと大好き。かわいいって思って、そう、もう重くてどうしようもない。で、ウルトラマンもまあ使えても宇宙に戻してあげればいいだけの話だっていうのは分かってるんで、なんとかね持ち上げようとするんだけど、本当に無理なんですよ。ウルトラマンでも持ち上げられないぐらい重いですよ、スカイドンで。まあちょっと体動いたから疲れて寝ちゃうと。で、ウルトラマンはそれ見て、まあ寝たし時間もないし帰るかみたいな感じで一旦帰るっていうね。うわ、すごい面白いスカイドン戦、本当面白いんだよな。そうそう、この話ね、結構カレーだけじゃなくていろんな食べ物出てくるんですよ。そう、一番最初冒頭大福が出てくるし、で、打ち上げでサラダとビール出てくるし、そうで、一番最後は、お茶を立ててるんですよ、桜の木の下で。なんてこともあるんで、ただその出てくる食べ物全部食べたらお腹いっぱいになっちゃうんで、お腹いっぱいになりすぎちゃうんで、でも今回はカレーだけで、やっていこうと思ってますよ。
後の作戦がね、やっぱいいですね。ロケット弾作戦ですよ。うん、これ、だいぶ前のお話でガマクジラが登場した回で使った作戦なんですね。あれいけんじゃないっていう。そう、なのでちゃんと過去のお話の出来事とかも踏襲されてるっていうね。そう、まあ単話単話で面白いけど過去のお話もちゃんと取り入れるっていうね。のでロケット弾作戦は結局ガマクジラ重いんでロケット弾なんかやったことはなかったんですよね。うん、で、多分ちょっとだけ頑張るんで、そのロケット弾もこうグッてこうってこうちょっとだけ動くんですよ。おお押されてるみたいな感じになってスカイドンもそのおおやばい押される押される危ない危ないって言いながら家族隊のみんなのところにどんどん近づいていくから家族隊が全力で逃げていくっていう、やばいやばいやばいって。うん、あそこ面白いですよね。面白いのと、あそこすごいのがめちゃくちゃ走ってるんですよ、長い距離。それをずっと撮り続けてるんですよ。うん、まあ途中でスカイドのカット割りが入るにしても、まあ、多分ワンカットそのまんま撮ってるんですよ。うん、この長いカットずっと逃げ続けるカット、うん、あれすごいなって思って、コメディ要素が強いっていう部分触れていこう。うん、地球には日頃いろんなものが降ってきてるんですよみたいなお話が入るんですよ。まず雪が降ってきて、うん、で雪の後それが水になって雨になりますみたいな、これは空からの贈り物なんですねみたいな、素敵な贈り物として取り上げられてて、うん、で雨降ったから村松キャップが家族隊本部に連絡して傘持ってきてって言うんですよ。ジェットヒートに乗ってで村松キャップがいる喫茶店のところに行って、あのねそのビートルこう乗りながらそのドア開けて傘をポンと落とす、なかなかすごいよね。うん、なかなか、うん、でナレーション的にも急に雨が降った時に空から傘が降ってきたらそりゃいい贈り物ですねみたいな、いやいやいや危ないってめちゃくちゃ危ないです。あと、まあ、早田大がどんだけ正確に落とすかなんですけど、もうめちゃくちゃ正確。もう、村松キャップのもうここ、もう、手をちょっと伸ばしたところに、ポンってくるっていうね。いや、すごいな。やっぱさすがですね。家族隊に入るってなると、やっぱそんぐらいのね、技術が必要ってことなんですよ。なんて言ってる時に、スカイドンが落ちてくる。で、ちなみに、その後、井出谷が二段ベッドから落ちてくるんですけど、あれもすごいなって思って。タイが2段ベッドで寝てて、スカイドが落ちてきて、東京が揺れると。で、わー地震だーって慌てて、2人とも飛び出す。そのまま入れたいに落ちる。で、荒木さんにも下敷きにするっていうね。あれすごいなって、もうめちゃくちゃ怖かったと思うんですよね。だけどそう、ロケット弾作戦まで行ったんだよ。そう、結局ロケット弾作戦も失敗と。で、スカイドはまたおやすみなさいって寝るんですけど、さあどうするで、ここで村松キャップいい案出しますよ。水素を大量にスカイドに注入することによって体内にね、で膨らませて、まあ、要は怪獣風船化作戦ですね。うん、もうスカイドを風船にしてポカーって空に飛ばそうっていう、これがね大成功するんですよ。うん、もう家督隊も大喜び、もうやっほーっつってもうみんな飛び跳ねて喜んで、うん、そういい作戦思いついたんですが、これが予期せぬ事態で失敗しちゃうんですね。連絡が方々に行き届いてなかったんですよ。スカイドンを風船にして空に飛ばしましたっていうことを。そう、これねやっぱねほうれん草って大事ですね。うん、スカイドンを空に飛ばした時と同時に航空自衛隊が演習で戦闘機を飛ばしてたんですよ。でちょうど目のその飛んでる戦闘機の目の前にスカイドンのプカーと来ちゃうと、なんだあれって言って、なんだあれって言って、とりあえず危険だと思うからって言って攻撃しちゃうんですよ。そこかって思って、スカイドン何回も落ちるからかわいそうだなって思って、かわいそう。でその連絡が家督隊に来てる時にカレー食べてるわけですね。もうすぐ食べきっちゃうな、早いな。カレーみんなで食べている時にスカイドンが記憶を動かしています、まずいですってなって
宮戸大が僕が行きますって言ってこう出てくるで、ウルトラマンに変身する。で、さっきのスプーン、あ、間違えたってくだりがあるんですけど、これがね、悔しい話なんですけど、まあ、ふーってこう膨らんで、スカイとか空からふーって落ちてきてる。で、ウルトラマンは逆に上からこう飛んで、どうにかしようと言うんですけど、これこのまんまウルトラマン、スカイドンに激突して、スカイドン爆散、スカイドン命を落としてしまうんですね。いやー、悔しいっすよね。スカイドンを宇宙に戻してあげるっていうつもりでやってたのに、やっぱりどうしてもそのまあこっち側の都合もねやっぱありますよね。そうしょうがないなっていう、そのスカイドンがこう落ちてきたことによって街が大変になるリスクだってもちろんあるわけですから、そのウルトラマンもね辛かったんじゃないかなって、悔しいな。だからもうあの僕がウルトラマンになったら絶対にスカイドンを無事宇宙へ送り届けるっていうお話はやりたいですね。まあちょっとね目線を変えちゃうと悲しいお話になりがちですけど、まあでもお話全体としてはコメディ路線でだいぶ面白いんで、だいぶ見やすいお話でございます。うん、なのでおすすめですよ。はい、というわけでごちそうさまでした。いやスカイドンの話できて本当に良かった、毎回ねこの食シリーズはね、そういや話せて良かったなって思うことが多くて嬉しいですね。まあ、というわけでね、春っていうのは人の心を明るくさせる季節なので、スカイドンのお話を見て笑ってね心を明るくするのもいいんじゃないでしょうか。というわけで、ね、カレーを食べながらスカイドンについて語りました。ありがとうございました。